はい、皆さん、こんにちは。今日もランチシミュレーターやっていきたいと思います。ということで、寝起きですね。はい、前回は、鶏小屋を作ったところで終わったと思いますので、こちらに鶏を、飼っていきたいと思います。ここですね。中に鶏の卵を産む場所があって、こちら側にですね、餌と水の箱があります。餌はですね、小麦かな？小麦の実を、そのままあげればいいと思いますので、こちらの方をあげていきたいと思います。これであげれば7ですね。はい、ここは閉じておきましょう。そして、こちら側にですね、鳥さんを入れてあげましょう。あ、卵2つ産んでますね。よいしょ。1匹。もう一匹を入れてあげよう。あ、無理だな。ロックできないや。どうだろう。よし、捕まえたぞ。ということで、ここを開けて、この中に入れていきたいと思います。今のところ2匹ですね。入ってますね。あ、そして鹿がいた。鹿は重要なお金の源ですので、しっかり倒して肉をゲットしましょう。わあ、早い。逃げてるな。よいしょ。もう一発、もう一発。よいしょ。はい、倒しましたね。よし、これでよしと。はい、クーラーボックスを持っていきます。本当は車で行ってもいいんですけど、こういう風にしていきたいと思います。さあ、お肉を入れてと。しっかりしていきましょう。これで、お肉が1個15とかだったので、45ゲットですね。さあ、これで、クーラーボックスの中にはお肉が6ありますので、90ぐらいいけると思います。さあ、こちらでは、どうだ？鳥さんいますね。鳥さんいますので、このまま見ていきましょう。で、こっちのバスケットには、卵を入れていこうと思います。さあ、これで、卵も入ったし、お肉もあるので、これを売るのと同時に、鳥を買っていきたいと思います。鳥さんをもうちょっと増やしましょう。これ20まで入りますからね。よし。では、鳥を買いに出発したいと思います。さあ、道はですね、カーディーラー行ったところの、さらに奥となってますので、こちらの方に行きましょう。まあ、ここの道もだいぶ慣れましたね。まあ、問題はここで、やっぱりか。ここら辺動画うまくまだいけませんが、よいしょ。ドリフトしたいところだな。はい、進みましょう。あ、鹿がいましたね。鹿しっかり倒していきましょう。飛び降りる。銃を持つ。あ、外した。外しましたね。よいしょ。当たってないかな？当たったかな？今のは。あと倒しましたかね。倒したようなので、リロードをかけて、行きましょう。さあ、よし、これで箱を持ってるので、箱を持ちましょうか。箱を持って、鹿さんに近づいて、お肉に変えましょう。で、箱の中に入れていけばいいので、これでよし、ということで、はい、これで大丈夫です。さあ、これをついでに売ってくるので、ちょうどいいですね。よいしょ。はい、ここが車屋さんだから、こっちですね。ここをずっと行ったところにマーケットがあるので、そちらの方で売却しながら、鶏を買いましょう。結構遠いな。さあ、何匹買えたかな ?1 羽が多分50ぐらいだったと思うので、今手元にどれぐらいだろう。これら売って300か。350ぐらいですね。はい、着きました。ここの中に入れておいたものは売れますので、売りたいときはこっちにしましょう。はい、端末で見てみよう。はい、売る。クーラーボックスは売らないので、卵がまず6個で36。よいしょ。そしてお肉が135ってことでこれ売りましょう。まあ、クーラーボックスは売らないと。96とかで買ったのに、20いくらでしか売れないんですね。はい、そして買いましょう。鳥ですね。
どうしよう。400か。とりあえず6は買うかな。1、2。で、こっちの色も買うか。3、4、5、6と。300必要ですね。よし、これを買ってチェックアウトしましょう。次は豚を2頭買いたいので600貯めましょうか。オスとメス、とりあえず1頭ずつ買いたいので600貯めたいと思います。その前に豚さん入れるような場所を作らないとダメですね。やばい。そして6はもう置けるのかな？そこが問題だ。6はひょっとしたら置けないかもしれないぞ。そいつは問題ですね。どうしよう。とりあえずここに1回置いて、これを重ねるか。重ねていきましょう。よいしょ。このバスケットもさらに重ねることはできないのかな？よいしょ、どうだろう。できないですね。仕方がない。この手前に置こう。そしてこいつを置きましょう。やばいな。6は買ったけど、6は置けねえぞ。よいしょ。さあ、これで3羽目ですよね。3羽目を置いて、やばい、残り3羽。どうやって置こう。まだ置けるかな。なんか一瞬置けるそうな感じにはなってますね。あ、こんなところに置けるんだ。ヘリみたいなところに置きましたね。ここはフロントとかは無理か？フロントはさすがに無理ですね。ここが空いてるように思うんだけど、乗らないな。やばい、乗らない。乗らないですね。どうしよう。ここに一匹乗せて、ラスト一匹。こいつを乗せたい。よいしょ。こいつを乗せれば完了なんですけど、乗せる場所がないですね。くそ。バスケットの上はどうだ？乗らないな。なんか一瞬緑色に光る場所があった。よし、乗りましたので、これで行きましょう。さあ、戻りたいと思います。よいしょ。ああ、あとは帰って、鳥小屋に入れていきましょう。白、黄色、黒が2羽ずつですね。これで最初にいる鶏と合わせて、8匹か。8匹なら卵もそこそこ産んでくれるのではないでしょうか。ただちょっと水がですね、水とか食べ物がどれぐらい消費するのかが分かってませんので、そこら辺でも心配ですよね。卵の取る金額と食費が合うかどうかが問題です。あ、近づいてきました。ここからはもう登ってすぐだな。車ごと近くまで行きましょう。問題はこんだけ入れれるかな？よいしょ。とりあえず餌場から入れましょうか。こっちから入れましょう。よいしょ。一匹ずつ入れとくか。奥の方にポイと。ここ閉じておきましょう。あ、こっち来るな。いますね、こっちに。こっち側からも入れるか、じゃあ。はい。置いてすぐ戸を閉めると。よし。ここはどうだ？まだ大丈夫そうかな。はい、ここも開けて、入れて、すぐ閉める。よいしょ。さあ、食事はしっかりと水もありますから大丈夫でしょう。やばいな。これすぐ逃げそうになるな。囲わないとダメですかね。よいしょ。はい、入れときます。これでよしと。はい、これで全部入れましたね。水は 6.65。まあ、なんとかありますね。この巣はここで卵をチェックすることができます。よいしょ。卵入ってません。悲しいですね。卵は入ってません。いやー、一個もないな、卵。まあ、6匹も増えたら、なんとかなるでしょう。さあ、次はですね、どうしよう。豚さんを飼いたいところですね。どこに買おう？この鳥小屋のところですかね？やっぱ買うとしたら。豚さんのフェンスを作ろう。まずゲートだな。ゲートを、これどっち側に開くんだろう？どっち側手前？ど
どっち側に開くのかな。それが問題ですね。奥に開くのか、手前に開くのか。これを家の前に作りたい。よし、とりあえず作ろう。で、フェンスを立てていかないといけないんですけど、どうしよう、どれぐらいの大きさが必要なんですかね。あー、やべ、ちょっと、しかも曲がってたな。キャンセルはできるのかな？これをキャンセルはできるんですかね。捨ててみよう。よいしょ、あ、キャンセルできた。横から見ることにしましょうか。これどっち向きだろうな。とりあえず、こんな感じかな。倉庫にまっすぐがいいのかな？それともこっちでまっすぐがいいですかね。まあいいや、こんな感じでいいでしょう。で、柵をつけていこう。どうしよう、横に一個つけて曲がるか。横に一個つけての曲がることにしましょう。90度。どうだろう、微妙に難しいな。こんなもんですかね。よいしょ。はい。もう90度つけていきましょう。よいしょ。まっすぐで。どうだろう、豚さんもうちょっと広い方がいいか。こんなもんかな。見た感じ90度かな。さあ、これで。よいしょ。あとは横をつければ完成なので、横はくっつかないぞ。どうしよう。これくっつかない。くっつかないぞ。これどうしたらいいんだ？こっちからくっつけるか。こっちからくっつけましょうかね。90度ら辺。こんなもんかな？やばいな。なんかちょっとやばい。合ってない。合ってないぞ、大きさが。大きさがかなりずれてますね。なんでだ？なんでかわかりませんが、かなりずれてますね。いやー、意外と難しいな。これ斜めになってるのかな？これは難しいですね。よし、こうして、一旦これを壊そう。ゲートを壊しましょう。あ、そうか、幅が3つだもんな。2つにしてしまいましたね。ゲートを合わせて2つなので、こっちはゲート合わせて3つにしないといけないので、もう1個横だ。そして曲げる。そんなでかいの必要か。そんなでかいのが必要なのかなっていう気がしてきましたね。意外と難しいな。思ったように動いてくれない。よいしょ。はい、ここも90度。これでいいのかな？よし。なんか若干曲がってる気もしますね。まあ、いっか。よし、これでいいだろう。で、フェンスをもう一個、両サイドにつけないとダメですね。ああ、なるほど。視点柄しかくっつかないのか。90度。こんなもんかな。やばいな。ここにゲート。どう見ても曲がってますね。曲がってますね。はい、難しいです。ちょっとでは、綺麗にできるかわかりませんので、完成まで飛ばしていきます。はい、こんな感じになりましたね。ゲート1個とフェンス1個の長さが違うので、両側をとりあえずゲートにしました。とりあえずこの大きさで豚を入れていけるようにしたいと思います。木はですね、ある程度切ってあったのを入れたいんですけど、全然足りませんね。よいしょ。8でこれか。結構少ない。まだまだ木を切らないといけませんね。よいしょ。で、ここに将来的に豚を飼っていきたいと思います。まあ、豚を飼った後ってどうしたらいいんだろうな。豚は繁殖できるのかな？それとも、一頭をそのまま食肉にしちゃうんですかね。そこら辺ちょっとわかってませんが、よいしょ、とりあえず、柵だけ作っていこう。あとどれぐらい足りないんだろう。火がどれぐらい足りないのかちょっとわかりませんが、
こんな感じだな。1枚、5枚。ここも4か？ここも4なので9。で、ここ7なので16か。あと16足りませんね。ということで、木を集めたいと思います。丸太16ってことは8本分ですね。丸太集めないといけないんですけど。どこだ？木を切りながらまた集めましょう。ちょっと遠くだったら木はですね、車で運ぼうかと思うんですけど、まあ近いところに木があるので、今のところはここから取っていきたいと思います。まあ今後ですね、おそらく木が近くにはなくなってくるので、遠くから持ってくることになると思いますね。よいしょ。はい、どんどん送りましょう。16枚なので、丸太がこれで3個目ですね。さあ、鳥と豚。なんか牛舎っぽいのとか、本当に家畜の、建物とかもあるっぽいんですけど、まだお金が全然ありませんので、コンクリートやメタルですね、こちらの方買えませんので、これで作っていきたいと思います。あと井戸もそろそろ欲しいですね。欲しいものがいっぱいだ。まあ、のんびりやっていきましょう。まあ、これ、特になんか時間制限があるとかいうわけでもありませんので、とりあえずのんびり続けていきたいと思います。よいしょ。もう一個か。これで8個かな。ゲートに入れて1個入れる。ゲートはどっち側？ああ、なるほどね。ちゃんと奥側になりましたね。こっち手前か。そうか、手前から押せば手前で、奥から押せば奥なんですね。はい、2枚も持っていこう。よし。さあ、まだ全然足りませんね。これで3か。さあ、丸太を切って持っていきましょう。よいしょ。さあ、ここに豚、あ、そうか、豚小屋ってことは、食べ物とかも作らないといけないんだ。いやー、まだまだかかりますね。その間に鳥さんの卵に期待しましょうか。鳥さんの卵と、あとお金になるのは鹿肉ですね。どうだろう。鳥さん元気にしてるのかな？ちょっと覗いてみるか。あ、みんな、あ、糞があるぞ、糞が。糞も取らないといけないのかな？よいしょ。リムーブと。よいしょ。あ、やばい、来ちゃった。来ちゃダメだよ。これ食料の、状態とかが見れないな、鳥の。うん、元気にしてるのかがわかりますね。あ、卵出てった。ちょっと入れとこ。卵出てましたね、ついに。よしよしよし。ついに卵が取れるようになりましたので、楽しみですね。あ、今持っていこう。これは楽しみだ。鳥と豚と、その次はやっぱ牛を飼いたいところですけど、豚と鳥で安定感を出したい。なんせまだ貧乏ですからね。よいしょ。コンクリートとかも全然変えてませんから。よいしょ、こんなもんでいいのかな？まだ必要かな。一応取っときましょうか。よし。さあ、あと2面でフェンスは完成ですね。よいしょ。さあ、回収して4枚か。4枚じゃちょっと足りないかな。よいしょ。あ、いけるかな？あ、いけましたね。いけました、いけました。よし、これでここに豚さんを飼うことにしたいと思います。で、あとはここを入って、どうするかだな。餌ですね。餌場を作らないといけないんですけど、これ鳥用なので多分これですよね。豚さんの餌を、どうしよう、こっち側にしようかな。これ餌と水を両方置かないといけないと思うので、どうしよう、奥にするか。手前がいいかな。悩みますね。ここら辺にしましょうか。ここと、今、ウォーターボールを置いたので、次はフードのやつですね。食べ物のやつを置きたいと思います。これ、豚いけるよね。これどうなんだろう。ちょっと高さあるけど大丈夫ですかね。よいしょ。まあ、いや、これで作っていこう。
はい、ということで、これも作りたいと思います。18時間、まだギリギリですね。まだいける、まだいける。よし。これを作っていこう。16枚と16枚か。ああ、結構きついな。結構きついですね。あ、家は開けっぱなしでした。鍵閉めてません。これ、なんかショップの店員とかしか、今のところ人見かけないんでね。まあ、盗賊とか強盗は来ないと思いますが、なんだ？煙むっちゃ出てたぞ。誰かが来たら盗まれていきますね。さあ、木を運ぼう。16ってことは、今のところ12かなと、4枚は運びましたので、あと12枚か。12枚でも木6本分ですね。この丸太6本分なので、厳しい。もうちょっと丸太から取りたいところですね。お金に余裕ができたらもうホームセンターで買っちゃいましょう。確か8枚綴りぐらいで売ってたと思いますので、買っちゃって、そんな優雅な生活をしたいもんですね。まだまだ遠い。お金もないと。さあ、これでどうだ？よし。これを与えよう。こっちからかな？ウォーターの方から行きましょう。まだ10枚か。木がまだ10枚。あと3本必要ですね。よいしょと。よし。さあ、よし。頑張れ。頑張れ。はい。木を切っていきましょう。いや、これめんどくせえなぁ。かなりめんどくさいですね。自動でなんかできるようにしたいな、これ。よいしょ。はい、これで6枚はとりあえず揃ったんですけど、あと2枚来てないな。先に運ぼう。水飲み場だけでも作りたいところなんですけど、間に合わないなぁ。よし、これで水飲み場はできましたね。はい、よし。そしたら次、早いですけど、井戸が欲しいな。どこだっけ、井戸は。ここら辺かな。違うな、これ家ですもんね。やばい、井戸がどっかにあったはずなのにな。忘れましたね。あ、これか。これが欲しいんですけど、どこにつけよう。クランク回す場所があるので、ここら辺かな？ここにしとくか。ここには井戸を設置しときたいと思います。使うのは、木は6枚なんですけど、コンクリートが50ですね。50キロ。作らないといけません。さあ、水飲み場しかできてませんが、今日は暗くなったので、これぐらいで終わろうと思います。それでは次回ですね、豚小屋の完成と、またちょっとお金を貯めて、今度井戸を作っていきたいと思います。皆様、ありがとうございました。